こんにちは、吉田さん。5000円のラーメンね、なかなかいい話じゃないかなと思いますね。えっ、ー、とね、時代を並行して、時を並行してですね、私の方では、あのクラウドファウンディングを即価塾でやっているんですよ。それが即価塾の新企画第1弾ということで、まあ、私ではなくってね、私はまああの宣伝をする係なんですけども、えー、熟成さんのある方がですね、事業したいと。事業したいんで開業資金がこれだけいるんだよってことを、 まあ、マネーの虎みたいにね私の方が希望額はいくらですかって聞いてですね1円でも達しなかった場合はお流れになりますみたいな感じで司会をしながら、えー、今月2週間ぐらい前に募集したんですよで、えー、今日でおおむね、えーまあ、満額に達するなというところで一応明日も1日置くんですけども一応ね9月の末までに集まらなかったらお流れってことにしようかなと思ったんですけどもどうも8月の末までに、うん、事業資金企業資金が満額集まりそうなんですよね あの決して余裕があってお金をおどうぞっていう方はいないと思うんですけどもあの今回私ではなくてね私の支援する塾生さん、ね、その方があー新しい新規事業をする時の開業資金を何人もの方が集めてくださったということでねあと感無量だなと思いますあのそれでその方も言われてたんですけども起業される方も言われてたんですけどもやっぱ YouTube ってすごいですねってことなんですよ。 で、えー、昨日その方からご挨拶を全体にさせてもらったんですけども、あのー、今回は私がやったけども次はあなななたたの番かももしれいいみたいなねもちろん私の方でも事業を始めたいんだけども開業資金がないだからあお金を集めたいんですっていうようなこのクラウドファンディングの、ね、第2弾これも企画しようかと思うんでもう今回の、ね、成功事例をもとに。 我れこそはという方はねどんどん来ることを願ってますけども本当にねインターネットの時代っていうのはまずねあの、まあ、顔を出していくあの一人前って言葉があるじゃないですかこれ人に言わせると一人前っていうのはあの一人で人前に立つって意味らしいんです,よですんでお勤めの方でもあの他のね従業員さんの前に立って1分間スピーチするとか地域に暮らしてる方でも、まあ、町内会の前でね え資源回収とか廃品回収の前に今日も怪我なく頑張りましょうみたいな感じで一声かけるとか人前に出ることにやっぱりこう慣れてていくっていうんですかね責任を取る立場に積極的に入っていくとかそういったいわゆる昭和根性があのやっぱ人の心を動かすんじゃないかなと思うんですよ。よく言うのはですね責任問題に発展したら困るからみたいな感じでとにかく責任を回避しようと一生懸命になってる大人。うん いいや大人っていうのは責任を取るために存在してるんんじゃなないかなと思うんですよ子供に責任取らせるんですかってことですよねだから私の好きな言葉は「責任は俺が取ると」と思い切ってやれっていうふうに言える上司でいたいなってことなんですよねあのー、これはですね、えー、あの下町ロケットの財前財前部長って方が言われるんですよ全責任は私が取るみたいな感じでね決め税ひがあるんですけどもあの独断でいろいろね会社の ことを動かしていくんですよ上司の許可を取らずにで全責任を私が取るって言ってことを終わらした後でまあうまくいくんですけどもその直属の上司がね「お前今度危なかったぞ」みたいな感じでヒヤヒヤしてると「わしの責任ではどうしようも守れんぞ」みたいなことも年で言ったりとかねヒヤヒヤするんですけどもやっぱこの根性が必要なんじゃないかなと思うんですよ。責任問題に発展したら困るから指示されたこと以外はやらないとかあのお手つきをしないとかじゃなくって。 多少やりすぎてもいいから思い切ってやっていくってことなんじゃないかなと思うんですよ。吉田さんは会社と共にするときに感じたと思うんですけども、とにかくね、部下があっちこっち挑戦して、その尻拭いならいいんだけど、やらないことの尻拭いをさせられたんじゃないかなと思うんですよ。営業もいまいち弱い。商品作りもいまいち弱い。プロモーションも弱い。その達してなかった部分、未達の部分の尻拭いを吉田さんされていて、結構ね、疲労感が高まっていたと思うんですよ。でもね、攻めの、 しいいてて結構上司としては誉れじゃないですか誇り高いことじゃないですか部下が売り上げ上げるためにドーンとやってねで、えー、お客さんと誤解が起きちゃったそこに謝罪に行くとかそれこそあの菓子折り持ってねあの飛行機に乗って翌日の昼には着いていましたみたいなねそんなドラマもあったと思うんですけどもあのやっぱり上司としては部下のやりすぎた責任を取るのはもう全然いいと思うんですよ責任取るののが上司の役目でですからでもね 部下がやらなかかったたおかげでで売上未達したそのために責任を取ってキャッシング行くとかね消費者金融回るとかってこんなねどうしようもないことはないと思うんですよ。うん、だから私はね部下がやりすぎてその尻拭いっていうのはいいんですけどもやらなすぎての尻拭いっていうのはこれほどくたびれることはないなと思いましたね、うん。ということで今回はあの財前部長のね名言ということで責任は全責任は私が取るですねこれでいきましょう。いってらっしゃい。